ったばっかりで。いやよ。いや、いや、すげえいや。これ使われますよ。いいよ。これは一瞬、ええときはよかったけどな。弱かったら何にも欲しいじゃないよ。いや、ほんとそうですね。いやいやいや、どこか来んな。いや、そんなもんやん。すごい。俺が岩見さんの立場だったら俺も嫌ですもん。でしょ、それちょっと言い過ぎやろ。やばい、調子もちょっと言い過ぎやろな。ちょっと言い過ぎやろ。立場分かってる。まあでもね、これ年度末もきちっと斡旋があり、はい、順番は妖怪ひなりたいの誘導もあり、まあまあまあ全然あの。笠松がこの間練習一つで、まあ、一緒にあいつともがいた感じも悪くはないし、今回自転車もちょっと大幅にちょっとセッティングを変えてたんですよ。20年以上ぶりぐらいにいじったから、あんまりいじったら聞いてもないですよ、うん、それなんでいじろうと思ったんですか。もうこれ以上割るんだかんやろと思うんですよ。別に やることだけやろうから、まあ最近西浦調子いいんで、しっかり食らいついてくるように、はい、まあ、高校の後輩やからってそんな赤羽からガリガリ先行なんかしてほしくないけど、せんでいろいろ岩見さん注文が多いんじゃないですか。そんなことないですか。ないっしょもうね、だから言ってました、今さらないっしょ。お客さんいないから岩見さんのヤジも少ないと思いますけど。そうだしな。ふかしかけた明日下したるな、お前。もうすでに作戦会議。右から左で。高野さんが3番。ポイントは右から左。明日は上の作業3人。上の方が3人。あ、お願いします。あ、よろしく。お何を文句言いたいんだ。アルチができんのだ。余計ハゲに見えるやん。揉めてます。練習着も新しくなったんだ今回から。僕のね、前違う、噂のやつか。あ、これがロゴや。そうそう、社長よろしく。社長、メンバーきついです。僕結構 YouTube 楽しみしてるんで。あ、社長は、はい、あ、社長見て